宿メリは、ジョージアのラチャレチフミ及びクベモスバネティ州オニ地区にある、村落。宿メリ、ウショルタ、ハリスツバリの三村で構成される宿メリテミの中心地である。海抜は1720メートル。鬼の南方10キロメートルに位置する。ヘオリ峡谷宿メリは、ヘオリ川の上流に位置する。中程度の土壌被覆で、アコウザンの植生となっている。寒冷な冬と、 肌寒い夏が特徴である。かつてヘオリ川によって形成された美しいヘオリ峡谷の景観が有名である。この峡谷は全長 1km に及ぶダ谷であり、到達することは極めて困難である。近隣の村としては北に 8km の場所に位置する牧場、西に 7km の場所に位置する村バルジャリ、南に 9km の場所に位置するモフ場がある。 鬼とイメレッティ州のサチヘレの間は歴史的にキャラバンのルートで結ばれており、シュクメリはそのルート上に位置していた。このキャラバンルートは全長40キロメートルほどであった。シュクメリに関する資料としては1071年に記されたニコルツミンダの指導者による記録がある。比較的新しい建築物としては、モンチョヒの正義オルギ堂、コ殺しの正義オルギ聖堂、 ウショルタの生信女聖堂などが挙げられる。2000年古代に多宗教を祀っていた高古遺跡ゴグチャの洞窟近くに正義のにちなんで名付けられた小さな聖堂が建設された。シュクメリ村の近郊にはウショルタ洞窟が位置している。バフシティ・バグラティオニが言及した小さな湖カルトリ王国の王族であった歴史学者バフシティ・バグラティオニはシュクメリについて 次のように言及している。ヘオリ川が形作る小さな湖の出口にあり、岩肌からはやがて大きな川へと注ぎ込む源流が湧いている。そして湖の水と岩肌の源流が合流することで壮大な峡谷と隠された見えざる集落を作り出している。国勢調査による人口は次の通り住民は伝統的に畜産と園芸に従事している。また、 養蜂産業も発展している。宿メリには、乳製品を生産する、宿メリインベストと呼ばれる農場がある。宿メリは1991年4月29日に、発生した1991年、ラチャ地震で深刻な被害を受けた。村には、万ン,ン鉱床高品質の砂が取れる、採砂場、数百年単位で続く森、そしてマスの生息する川や湖がある。 豊富な資源がある。シュクメリテミの構成集落と、その1。シュクメリウショルタハリスツバリシュクメリを中心ととして、シュクメリテミと呼ばれる共同体を構成している。シュクメリテミを構成する集落は、次の三村である。シュクメリウショルタハリスツバリ。